篠原停留場は、高知県南国市篠原にある都砂電、交通5面線の路面電車停留場。篠原停留場は1911年、都砂電交通の前身都砂電機鉄道によって、大津停留場から5面中町通り停留場までの区間が開通したのに合わせて開業した停留場である。篠原停留場は、5面線の専用軌道区間にあり、軌道は、 道路から独立している。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置される。ただし互いのホーム位置は東西方向にずれていて、東に針間や橋方面域のホーム、西に五面町方面域のホームがある。停留場の北を土産線が東西に走る。五面線の軌道は、 東定流場から五面西町停流場まで専用軌道となる。AB、土砂電鉄が走る町本尺100.156から158ページ、上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア。 高団社、図説、日本の鉄道、2013年、34.90ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。土佐電鉄が走る町根尺91ページ。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年、83ページ。ISBN 4から875032684。87 ありがとうございます。